日産から公式の見解をいただきました、はい、拍手ね。お客様相談室の、K さんが、真摯に答えてくれました、はい、今まで皆さんが質問した中でも、まあ、結構販売店に聞いてくださいっていうのが多かったと思うんですけど、うん、まあ、今回は販売店に聞いてくださいはありませんでした。まあ多少の世界か。で、日産からそういう公式のお話をいただいたんですよ、はい、どんなこれがね、うん、まあ、もちろんペアレディ Z の話なんですけど、今バックオーダー何台かは公表されてないし、まあ、公表できないみたいなんですけど、そのバックオーダーをの分のを来年2025年の5月までにバックオーダー分の生産が完了する見込みだということです、うん、だから、まあ生産がなんで、まあ、生産して、納車まで、まあ、早くて2週間くらいか、2週間ぐらいかかると思う。2週間から、まあ、長いところは陸送したりするから東北、北海道と、ね、そうすると、まあ、長いところ多分1ヶ月しかかかるのかもしれないけど、うん、まあ、多分6月末ぐらいまでにはバックオーダー分、皆さん注文してる分は皆さんの手元に届くだろうということです。まあ、あくまで見込みなので、まあ、これからね、なんか例えば地政学的な問題とかで部品が手に入んねえとか、まあ、あるいは工場のトラブルとかって絶対ないとは言えないから、まあ、遅れるかもしれないんですけど、でも日産はそういう見込みでもう動いているというのを公式のお答えでもらいました、うん、じゃ、どんなに延長しても来年の5月までは待ってれば手に入るとでしょう。そう、今注文ができてる人、今大人の人たちに関してはどんなに長くても来年の5月までには、まあ、トラブルがなければね、そう、まあ、それはすごいいいことだね。そう、うん、あの今まで全然そう、そうなの、今まで全然見えてなくて最長4年待つんじゃないかとかっていう話になってたから、うちはね、変わっちゃったぐらいだからね、待ってられなくて、うん、いつまで待つかも分かんないから息子に言ってる意味だったでしょ。そうだね、だからみんなはとりあえずはゴールが見えたでしょ。そう、みんなもうゴールが見えた、とりあえず5月末には作ってもらえるっていうゴールが見えました。それはもう良かったよ。そう、あ、拍手、拍手で。もともとその RZ34 は台数が公表されてなかったけど、はい、ニスムに関してはその公表されてたじゃない、2023年が200台で、2024年が500で、2025年も500台、はい、それに関しては、うん、2023年までは200台作られてるんだよね、だいたいそのぐらいになってる、うん、で、それこっちの話はどんな感じになってるの。で、それに関してもちゃんと教えてくれました、うん、で、うん、これ計画っていうか初めに言われた通りだと2025年度に500台なので、そうすると2026年の3月が最終になっちゃう計算になるじゃない、うん、そうね、うん、なんだけどそれも含めて2025年の5月までに作ります。じゃあ、なのでニスモもアルゼット34もゴールが一緒になったの。そう、今ニスモを注文している人たちも2025年の5月末までに作ります、作る見込みです、うん、というのが日産の公式の見解だそうです。もうそれもそれも拍手、そうなの、それだからむしろ前倒しになったんだよね。そういうことですね。そう、ニスモのね、後ろの方で待ってた人たちはむしろ前倒しになったんでよかったね。よかったよ、うん、じゃあ色問題が解消されたんだね。色問題はね、いや、完全には解消されてない。そう、でもオーダー分作れるってことなんだけどさ、うん、なんかいろいろ言われててはっきりしたことわかんないんだけど、一つだけ言えそうなのは赤は作るのがなかなか大変そうで、カーマインレッドは、うん、そうなんだね、うん、だけどね、カーマインレッドのニスモを注文してる人 の生産が今年度じゃなくて今年中に人気だって言われたっていう人がいるので、だから全ゼロじゃないんだから。見てる、まだ見たなんか、あ、ニスモ見てる、見てみたい。ニスモは国内に多分1台しかない。あとアメリカに1台あるのを見てるんだけど、あのもちろん動画でね、実物はまだ見てないです。でも赤でもさ、この間さ、普通のさアドバンのやつで見たじゃない、綺麗、うんうん、だよ ね、 見てみたい。これはいい色だな。その赤とニスモなんかもまた同じ、いや同じ赤だ、ニスモの中も同じ赤だと思うけど、ニスモの形では見たことがないので、赤とか 青はやっぱりすごい値段も高いだけあっていい色だなって感じだよね。どこかにその人来てくれるといいね。あ、そうだね、ニスモによってね、ぜひ来てください、はい、で、その生産順に関しては今度どうなんでしょうか、うん、これね、
生産順は前からもうみんな分かってると思うんですけど、発注日順になってないっていうのが実情なんですよ。今までもそうなの、ね、早く発注した人から早く車が来るわけじゃないっていう実情があって、うん、でこれは、日産の内部情報なんで公開してませんということでした。これもでも公式できちんと言ってくれたの多分初めてだと思うので、これ日産すごい評価していいんじゃないかなと思う。これは理由は言ってないけど、でもうちの内あの社内情報で公開できないものなので公開できませんってはっきり言ったから、今まで何も言わなかった。今まで言わないか販売店に聞いてくださいって、販売店って聞いても販売店分かりませんなんだっけ。あ、そうだ、はい、そんな販売店知るわけないじゃんって話なんだけど、うん、でも今回ちゃんと日産の公式の見解として、これは社内情報なので申し訳ありませんが公開できませんっていう、多分やっぱり順番が前後する仕組みがあって、でこれは前から言われてるんだけど、前の方 Z34 って言うんですけど、今の RZ34 でその前の Z34 の販売実績に基づいて割り振りが決まってるって言われてる、うん、だから Z34 をいっぱい売ったディーラー、いっぱい売ったディーラーにはいっぱい供給します。全然売ってないところにちょっとしか供給しませんっていうふうに言われてるの。でこれなんでそうやって言われてるかというと、それは日産別に公式に言ってるわけではないんだけど、あの北米の日産は文書でこれを出してた。もう発売当初から、発売当初から何台 Z34 を何台売っていたディーラーには何台供給しますってはっきり言ってたのよ。そうなんだ。じゃあだったらさ、それが早く分かってたらさ、あでも国内がそれがそうかっていう、もう今まだ分かってない。今も分かってない。今も本当にそうなのかどうか分からないけど、北米がそうなのでそうだろうっていう推測が多分されてるんだと思う。みんなそう思ってるけど、それ日産はだってはっきり言ってないわけだから。で今回もそうやってこれは社内情報なので言えませんって言ってくれてるので、なので本当のところは分からないんだけど、まあ、そういうふうに言われてるんです。じゃあ今後ね、そのずっとみんなが期待してるオーダーが終わった受注再開っていうのはどうか。そう、今は買いたかったけど買うチャンスを失っちゃった人ね、うん、はい、これからもう一回新たに買いたいなっていう人、うんうん、に対する受注再開がいつになるのかとかっていう話は、今のところ情報がないので、お伝えできるものはありませんっていう回答だったんだけど、うん、受注再開しませんとは言ってないのよ。そうで受注再開は多分あると思う。でその受注再開がいつかは今のところって情報がありませんでした、うん、なんですけど、まあ、今までその、まあ、業界で言われてるのが今年の9月ぐらい、まあ、秋口ぐらいじゃないかなって受注再開するのはと言われているのですよ。この6月っていう噂もあったんだけれども、多分これはさすがにないかなと思ってて、まだバックで頼りになっちゃってる。だってとりあえずはさ、多分何千台レベルでもある。6月まではさ、まず少なきゃいけないでしょ。そうそうそう、だからそれがもう大丈夫だねって目処がつくとしたら、やっぱ秋ぐらいなのか、ね、妥当な線じゃないかなと思うね。そそれやったらさ、うん、今さ、オーダーしてる人たちだってさ、うん、ちょっとさ、うん、9月だとしたってさ、まだ10、11、12、1、2、3、4、5の後だから作られるのは8ヶ月以上待たなきゃいけないから作るの。この6月は厳しそうだね。そう、だからちょっと6月はいかないのもないよ。で、9月でもちょっと厳しくって、年明けじゃないかって言ってる人もいるんで、それも可能性としてはあると思うんですけど、まあ早くて9月じゃないかなと思っていますが、でも早くね、オーダーできるっていうのは、その買いたい人に関してはいいかもしれないけど、うん、なんか複雑なところでね、待ってる人の気持ちを考えると ね、だってもう何年待ってるのって人だっているわけじゃんか、それで次のオーダー取るのかよっていうさ、あそう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 なのよ。まずそこにさ供給してあげてよねっていうところがさ、もうちょっとバランス合ってないじゃん自分の時給 ね、そう、だからその6月っていう根拠が多分だけど、この来年の5月末で生産全部できますよっていうのをちょっとは混同してしまって、この6月から再受注できるんじゃないかっていうふうに、多分この勘違いの情報じゃないかなと思うんだけど、でも真偽はわからない。でもまあ今回ちょっとそのオーダーに関するその回答とかもあのメーカーがこう言ってくれて、実行できるだけの目処があるっていう、ある程度見通しが立ってきたんだ、見通し出たってことだから、だからまあそういう風になると、じゃあ次オーダーはみたいな風に流れがなっちゃう方が、なんとなくこう鈴光としてはね期待したいところだけどね。で受注再開、それはもう何、そのまま同じ RZ34 の変更があるってこと。ああ多分
次のは変更があるだろうと。っていうのは、うん、今作られてるのは12万番の車台番号、うん、12万いくつの、うちのも12万いくつの、うん、でそれとは別に14万番台の6台だけもすでに作られてる。14万台、うん、13ないの？13はないの。なんで？それは分からない、複数しかないんだよ。うちの前のやつは10万番台。じゃあそこで12になったところで何か変わってんの？12になったところで、いくつか変わってて、一つはまあ車両整備するコンピューターとか、そうか、ね、あとあのなんていうの、センターコンソールの LED 照明がついたりとか、まあ、ちょこちょこ変わってるんですよ。ライトなんて別にいる？あの、ライト、うん、綺麗だけどいらないっちゃう。携帯の充電欲しいんだけど、だってなんかあんまりなんか後付けするのはしたくないなって思っちゃって。携帯の充電はね、でもね、今の12万番台を作る時も検討したんだって。あ、そうなんだ。いらないねっていう結論になったらしいよ。いらない？という結論になったって話で、中の人の話では。そうか、うん、なんかさ、今なんでも無線な感じじゃん、うん、だったらなんかあそこになんか有線入れるの、あれなんかどうか。でもよしゃじゃんでね、有線って早いから。ああ、そっか、確かにね、置くのと遅いもんね。そうなんです。だから、まあ、よしはよし、1台分しかできないんだったら大体そうか、有線でさっさと充電した方がいいっていう考えも方もありかなっていう気がする。変更があるかもしれないけど、うん、多分だからそれ14万番台っていうのを作ってるので、何かしらの変更はあるけど、うん、そうやって今回みたいに目に見えるような変更があるのか、うん、それとも内部変更だけで、うん、例えばコンピューターをちょっと変えますとか、そういうところだけが変わるのかは、でも分かんない、うん、であと例えば一番皆さんが望んでたのがバックカメラ。バックカメラのさ、画像がさ、すごいなんか、うん、これいつの時代の画像っていう感じじゃないの。 あれが変えられたらいいなっていうのはみんな思ってるんだけど、うん、あれはねやっぱりちょっと難しいっていう話を聞きました。そうなん、うん、やっぱり車両の情報を流すための電気システムっていうか、ハーネスが古すぎんだって。もうなんか相当前の世代の20年、ね、そんなものさ、今それ作ることなんか他なくて、ね、それを一から設計して作るっていうのバグがなかなかあるんだって。だから古いものをそのまま流用した方がお金がコストを抑えて作れるから。しかもさ、そんな大して台数も売れる車じゃないじゃん。だすげえ100万台も売れる車だったらさ、ね、もう一から設計したっていいかもしれないけど、他のものを代用できない。そもそも共通で使ってるもの、うん、今の GTR も同じシステムらしいよ。じゃあ GTR もダメ。自分で運転したことないから知らないけど、バックカメラのせいもあんまよくないの。どうなの、ね、GTR この運転したのないの。え、試乗してた。あ、したわ。なんでこれ、いや、バックしてないんだもん。バックカメラ見てないんだよ。あれすごいの、なんかカメムシみたいなの、運転してた。そうだった、カメムシみたいなのやつね。あれは T スペックの、T スペックね、運転したわ、させてもらったわ、そういや。そうでした。あと皆さんがちょっと気になるかなと思ったのは、うん、ニスモの受注再開があるのか。なんで？だってもう作る台数決めてるのにまた作っちゃう。うん、何それ、うん？限定だって言ってたじゃん。あ、限定だから買った人だって言うし、うちも限定に釣られてもニスモだったらで買ったのに、そんなまたそれ作っちゃう。いや、1200台しか作りませんと言ってるんだよ。今回1200台ですって。今回1200台限定してるじゃん。でも別にいいんじゃない。別に増えるの全然嫌じゃないんだけど。いや、いいけど、うん、別にそれいいけどさ、なんかありがたみとか、うん、価値、いや、いいよ、いいけどさ、まあ、あのほら、資産価値として買ってないから、うち自家用だから。そうだけど、自家用車だけども、なんか後出しな感じするじゃん。うん、なんだけど、じゃあ本当に実際に作られるかどうかは、あの日産のそれ公式中の見解としては何も言ってくれませんでした。作るとも作らないとも言わない。じゃあそのだけどお金くれたらいいんだよ。ああ、いや、そんなお金かけたのって思うよ。だけど前にちらっと聞いた話では、少数だったら作れるかもしれないって話は聞いたね。たくさんは作れないけど、少数だったら出したいと思ってますって話が一つ。からもう一つは、雑誌かなんかに出てたんだけど、インタビューでカタログモデルとして出したいって言ってる話もあった。これどう、だからえらい違いじゃん。ちょっとだけ出すのがカタログの姿で自由に変えられるやつのことはえらい違いじゃん。まあ、どうなのかわかんないですけど、多分だけどゼロじゃないのかなと思っています。なので、もしニスモを買いたいんだったら、
もう今のうちからディーラーに話をしといて、出たら速攻で注文入れてくれって言ってこないと。そうだね、そうだ、確かに、まあそうだ、欲しい人はね、うん、確かにニソモの抽選に落ちちゃってる方々だっているわけだからね、うん、まあ、そういう人たちに対してはこれいい話ですよね、もしあればね、うんうん、なんで、まあ、もちろん基準車についても、まあ、今からディーラーに頼んでおくって一番確実だと思うんですけど、まあ、うちでも、情報をつかみして販売再開の動画を出したいと思います。よろしくご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。